あなたのビジネスプランのポイントは何ですか。私たちはシニア世代のウォーキングを促進するサービスです。えー、っと、スマホを持っていないもしくはスマホ操作が苦手な方が多いシニア世代でも、えー、簡単に取り組めるシステムだということです。はい、では本日に向けてメンターさんからどんなアドバイスを受けましたか。はい、えー、シニア世代のスマホ不不屈率の低さ、また、えー、IC カード一つで 簡単に取り組めるということまたハードからソフトまでをすべ、えー、て自分たちで開発したことですはい、では最後に意気込みをお聞かせください、えー、自分たちのビジネスプランを、えー、しっかりと伝えて最優秀賞を目指します三チーム目は舞鶴工業高等専門学校です事業名はチェックポイント型ウォーキングウェリシングを用いた 自身の健康及び歩行空間づくりによる地域活性化です発表の前に担当メンターであります株式会社ジグ JP 取締役会長福野大輔様よりチームの紹介をお願いいたしますはい、皆さんこんにちはこんにちは はい、前鶴高専といえば桜インターネット田中さんの出身校あの <laughs> 私出身の福井高専の隣の高専になります高専は5年間のびのびといろんなものづくりに体験挑戦できる場としてすごくここも良かったなと思いますが今回舞鶴高専生、えー、おばあちゃんおじいちゃんという高齢者のためをもってシステムを開発し そして地元の前鶴市役所と一緒になって問題を解決しようとそんないうプロダクトですあの最先端の技術を使えばいいわけでもないというところが結構私が刺さったポイントですあの彼らの高齢者に対する優しさをぜひ感じていただければと思いますじゃあ頑張ってくださいはい、ありがとうございますそれでは 舞鶴工業高等専門学校の皆様発表をお願いしますあ、まず審査員の皆様えっと用意されている資料とは、えっと、資料がちょっと変わっておりますえご了承くださいえ私たちはえシニア世代のウォーキングをえ促進するサービスを提案します皆さん私には大切な人たちがいますそれは大好きなおじいちゃんおばあちゃんです 自分たちはこれからもおじいちゃんおばあちゃんには元気で長生きしてほしいですそんな祖父母のようなシニア世代には次のような悩みがあります健康への不安また趣味や知識を共有できる友人コミュニティを増やしたいところで健康のために何をするかスポーツを行う方が多いですよねこれがシニアのスポーツの実施率順位です1位はウォーキング ということであり理由は健康、体力づくり、また、えー、手軽に行えるといった理由からですしかし、えー、シニア世代は、えー、ウォーキングに対して次のような問題を抱えていました自分たちがアンケートを行った結果より一つ目、えー、ただ歩いて終わりというだけではウォーキングが継続しづらい自分たちが頑張ったという成果を見たいとおっしゃっていました二つ目 頑張った生活ということで自分たちであればスマホアプリで見ればいいじゃないかと思うかもしれないんですけど実際シニア世代特に65歳以上の方だとかはスマホを持ってないもしくはスマホを持ってたとしても操作スマホ操作に苦手意識があるということから有効ではない3つ目ウォーキングっていうのは外に出るっていうことでコミュニティ形成のチャンスでもあるんですよねししかし現状 個人個人でウォーキングの時間、場所っていうのはバラバラであり、結局、新しいコミュニティ形成は起きにくいです。自分たちはこのように解決します。歩行成果の表示、かざすだけという IC カードシステム、またチェックポイント型ウォーキングという歩行空間づくりによってウォーキングを促進してシニア世代を健康に導きますサービス名はウェルシングです。 スマホを使わずにして歩行成果をどのように表示するのかという点も含めて動画を見てもらいたいです。IC カードで専用コースをウォーキングしてもらいます。簡易端末、親端末をコースに設置し IC カードを持ってチェックポイントに IC をかざします。これが簡易端末です。これが親端末です。親端末ではこのようにディスプレイがついており歩行成果を表示することができます。 ソフトからハードまで自分たちで全て制作を行いました私たちは、えっとコミュニえー、歩行空間を作ることでコミュニティ形成を促進します、えー、私たちがユーザーに提供する価値として、えー、グラフィカルな歩行成果の表示また、えー、ウォーキングというものを楽しんでもらいたいワクワクしてもらいたいということから、えー ビンゴランキング機能といった機能、えー、さらには、えー、プリンターを搭載してレシートを発行することで家に帰っても歩行成果を見ることができるさらにこのレシートなんですけど、えー、レシートに、えー、次は何時にどこどこでウォーキングを行いましょうと書くことで、えー、人を集めてグループウォーキングを行いコミュニティ形成を行います。 類似システムと比較したところ自分たちの一番の違いはやっぱりシニア世代をターゲットとしているところです自分たちは一地区ではありますがモニターテストを行いました期間は2週間利用者からは良い意見もいただくことができました自分たちとしてはこのウォーキングサービスっていうのを各地に展開していきたいんですけどどうしてもお金費用がかかるとということで ビジネスプランについてお話しします。えー、いくつかビジネスプランは考えたのですが、私たちは広告によるビジネスを展開します。ディスプレイをがついている機器を街に設置するということで、広告っていうのが相性がいいのではないか。デジタルサイネージ、クーポンビジネスを展開します。デジタルサイネージについて、えー、売り先は、えー、行政、飲食店、商業施設。 などが挙げられ、えー、ディスプレイがついている親端末に月額1万円で契約してもらいますウォーキングを絡めると IC カードをタッチすることでシニア世代に向けた広告を出すといったことが考えられます次はクーポンです売り先は飲食店商業施設であり、えっと、ウォーキングを頑張った分だけ割安になるようなクーポンを発行することでシニア世代の、えー、ウォーキングの、えー 意欲を向上させます繋げますすすげ損益分岐点ですスーパーマーケット1店舗に初期コスト1端末10万円という開発コストを抑えた端末を設置しデジタルサイネージとクーポンによる売上から見積もったところ契約店舗が16店舗を超えると固定費を上回り利益が発生していきます。 成長戦略として2019年はウォーキング大会での実証実験また少数店舗での広告のビジネスを実証実験します2020年から舞鶴市へ導入します自分たちや舞鶴市の人たちにシニア世代に健康になってもらいたいので舞鶴市21地区すべてにコースを設置しますその分初期費用が 大きくかかります1年目は、えっと、契約店舗が少ないため赤字ではありますが広告実績を伸ばし契約店舗を増やすことで4年目では1500万円を見積もっています舞、えっと、鶴市の次にどこに展開するかということなんですけど自分たちは広告ビジネスということで商店街がある地域では 広告を出してもらいやすいのではと考えました。これが都道府県別の商店街がある市区町村数です。これを見ると、まあ千葉県、東京都っていうのが際立ってるんですが、これ全国で見ると商店街がある市区町村数っていうのは313もの数があると。自分たちはここをマ鶴市の次の展開先として考えています。最後になんですけど、えー、ウェルシングは。 えー、大きな数を占めるシニア世代を、えー、健康にして、もう街を賑やかにしたいです。以上です。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある審査員の方、挙手をお願いいたします。では金子審査員お願いいたします。ありがとうございました。えっとモニターテストをされたということなんですが。 何人ぐらいの人たちが使ってくれたかと、まあリテンションっていうんですかね、そのリピートして使ってくれた人どれぐらいいたかというのを聞きしてもいいですか。自分たちはそうですね。こうですね。えっとえー、対象人数はえっと一地区なんですけど十四人とかなですねで対象としてはえっと シニア世代が多かったですねで、えっと、リピーターの数はちょっとまだ、えっと、把握できていません、はい、2>, 2週間ですかね、週間はい、比較的皆さん、何回も使ってくれましたか、えっと、自分たちデータベースで利用者数を見れるんですけど、えっと、毎日使ってる方は、えっと、正直4人3、5人っていう、ちょっと少ない結果ではありました。んですね 分かりましたありがとうございます。他ににははい、ででお隣によろしいでししいいょううかありがとうございました、えっと、広告を出稿するとかそういうような方をどう伸ばしていくかはあの資料中にあったと思うんですけども実際に利用してくださる方はどうやってあの増やしていくとか接点を持っていくとお考えですか うんえっと、自分たちとしては今そのデジタルサイネージっていう街にディスプレイを投入して広告をするっていう市場が伸びてるっていう前提事実があるから私たちもビジネスとしてデジタルサイネージを押すまたクーポンというものを押すっていう広告ビジネスを展開を考えています。 なるほどです。あれですなんかあのコミュニティがないっていうのが大前提の課題だったっていうお話,お話だったら、まあ、商店街とかせっかくその死をこう。何て言うか、1個一個セグメント切って対象にするんであれば、もうご自身でコミュニティを作れるような動きも一緒になんていうかできるといいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、続いてよろしいでしょうか？諸積審査員えー、お疲れ様です。あの最初スマホ。 高齢者ってこうまだまだリテラシー高くなくて使えないから ID カードにしたと思うんですけどまあユーザービリティとしてそのタッチパネルもまあちょっと使いづらいんじゃないかなと思っててそれからまたビンゴとかいろいろ機能を追加していってもまあどう僕のばあちゃんもそのスマホ使えなくてガラケーもいまいちまず使えてないですけどそういった高齢者が本当に使えるのかなっていうところが疑問で。 その辺どう考えているのかなっていうのとまあどのぐらいの年齢層をターゲットとしているのかっていうのも聞きたいなと思っててまあアクティブシニアの方々こうまあ使える人も多いかもしれないですけど普通の高齢者ってまあ難しいんじゃないかなその辺ちょっとお聞かせください。えっと、自分たちとしては、えっと、IC カードっていうシステムなんですけど、えっと、スタート地点で IC カードをかざしてまたえ次のチェックポイントで IC をかざすっていう かざすっていう動作だけというところから、えー、シニア世代にも使ってもらいやすい取り組みやすいと考えていますのその結果が返ってくると、まあ、リテンションも上がるじゃないですかもう一回使いたいとかあの、ね、結果が出るときにタッチパネル使うんでこうどう操作するのかなってまだ分かってなかったですね。 次々と歩行成果を表示した後は次ビンゴ機能っていうタイマーによって移り変わるのでタイマーはいあちょっと後でまたお聞かせくださいありがとうございますおそ入りますそろそろお時間となりましたのでこれで質疑応答を終了とさせていただきます舞鶴工業高等専門学校の皆様ありがとうございました。 どうぞご講談ください。